契約者と呼ばれる異能力者ドールと呼ばれる受動霊媒の存在が初めて確認されたのはあれの出現した1週間後だったという。 BK201 未確認のナンバーです。関与したと思われる案件の全てが未解決。あれがこの町に出現して10年、あの壁がなかった頃の景色を思い出すのは難しい。星を見てたの？はい。ここから見える星空は今じゃみんな偽物なの？はい。あの中に何があるのか誰にも分からない。我々人類にできたことはあの高い壁を作り全てを覆い隠すことだ。音はどこだ？ BK201 関わった案件全てに謎と死がつきまとう呪われた契約書。探してるの？見せて。あの時何があった？妹はどうなった？ヘイ、私ね、たくさん旅をしたよ。時間はあっちからこっちまで、ずっとずっと会いたかった。